撃の気風を重んじる九州福岡発祥の流派です。演舞者は福光五段、福山三段、田中二段、浜野二段、太田初段、谷口初段、南三級以上となります。ただいまから日本拳法と団体競技法について技を実技を交えながら説明したいと思います。直撃単発で当たりましたら有効1となります。次連打、直突き、振り突き、上げ突きなど連打がやや軽くても相手の防御がないところに、当たりましたら有効1となります。直撃、蹴りも同様に、非常に威力のあることが決まりましたら有効1となります。抜け道、はい、いわゆる回し蹴り系統の技も単発でも非常に威力のあるものが決まりましたら有効1となります。続いて下段回し蹴り、下段回し蹴りはただ当たっただけでは有効を取りません。有効を取る場合は相手が効果がある、足を引きずるなど効果があると認められた場合、有効1となります。それ以降はいくらでも引き続き蹴ることができます。で、効いてると判断したらどんどん有効点を入れていきます。1本は有効3点差になりましたら1本勝ち、それ以外は優勢勝ちということ。